偏見にとらわれない観察者は感覚ではとらえることのできない空想されたものには何の意味もないことを知っているそういうものは経験において証明されないからであるそれでもこのような人物がどんなに鋭い目で観察しても一つ一つのすべての病気に関して知ることができるのは 外部から感覚によって識別できる肉体と魂の状態変化だけすなわち病気の兆候現象、症状だけであるそれはつまり今病気である人がかつての健康から逸脱した状態のことであるこういう状態は患者自身が感じるものであり周囲の者たちにも分かるものであり 医師が患者において観察するものでもあるこうした観察可能なすべての兆候によって心身すべてにわたる病気が示されるつまりこうした兆候は真に唯一であると考えられる病気の形態を生み出す中1がついていますその中1を読みますしたがってなぜ次のようなことができるのか私にはわからない 患者のベッドのそばで症状に注意を払わず、そうした症状を基準にして治療をしない。そうやって病気において治療すべきものを識別のできない隠された内部にのみ探さなければならないと考える。しかもそれを見つけることができると思い込んでいる。症状に対して特に注意を払わなくても、目に見えない内部で起きている変化が識別でき、薬 なんと未知の薬であるによってまた健康を回復させることができると仰々しい愚かな言い訳を述べるそんなものが唯一の徹底した合理的な治療と呼べるのかそもそも治療の兆候によって感覚的に識別できるものが治療師にとって病気そのものではないのか病気を生み出す精神的な本質 すなわちバイタルフォースを見ることはできないからである。従って治療師はこのバイタルフォースによって病気の治療ができるためにバイタルフォースそのものを見る必要がないそれによって生じた病的な作用を観察し経験しさえすればよいのである。だとするとこれまでの医師たちは病気の第一原因を求めてその上さらに一体何を探し出そうとしているのか。 しかしそれに対し彼らは感覚で明白に観察されるものとして病気が示してくれるものつまり私たちに特別に語りかけてくる症状を治療の対象として認めずとりわけないがしろにする一体症状以外に病気の何を治療しようとするのか